お元気ですか？ボクシミです。今日は直筆サインカード総集編パート3、女子アスリートの直筆サインカードでございます。ただいまね、女性のアスリートカードの直筆サインカードは今少ないですが、ぜひご覧ください。ではね、早速やっていきたいと思います。まずはね、こちら3枚ですけどね、これ女子プロ野球のね、直筆サインカードで、こちらね、あのファイターズのチアリーダーの直筆サインカードでございます。今ね、ファイターズのね、チアリーダーがすごくね、人気ね、ありますね。これ大体、これはね、多分ね、あの OB の方じゃないかと思います。で、こちらね、偶然にも2つ手に入ってしまいました。はい。ちなみにね、あの一番人気のあったの、滝谷さんの方はね、欲しいんですけどね、まだ手に入っておりません。で、そのね、他のプロ野球チームのね、チアリーダーももちろんございます。ちなみにね、あのチアリーダーの契約っていうのはね、なんか1年契約らしいそうです。で、こっちからね、女子プロレスラーのねカードでございまして、アジャコング選手はね、なかなか貴重ではないかなって思います。はい、あまりね、あの女子プロレスラーのね、選手はね、あんまりね、申し訳ないけどね、存じないのでね、その辺ご了承ください。はい、ね。ただ、鈴木鈴選手はね、今なんかスターダムでね、なんか参戦してるのは聞いたことがございます。でございまして、こちらプロボーラーですね。で、こちらね、あのハンマー投げの室伏ゆか選手ですね。室伏ゆか選手はあの室伏広治さんの妹さんでございます。で、こちらね、オートレーサーです。あの、じゃあ、あの協定の、倉持選手でございまして、こちらね、モデル兼女優のね、久松さんでございますけどね、こちらのね、直筆サインカードはなかなかね、手に入らないんですよ。地球式の中でもね、あるんですよね。だけど、それが運よく、直筆サインが入ってる場合もございます。現在これ1枚でございます。で、こっちからね、水泳のね、失礼しました。で、バドミントンのね、高橋彩香さんでございまして、女優の酒井若菜さんでございます。で、これからね、最近のね、女子プロレスラーのカードでございます。はい、1冊目が終わりまして、次2冊目いきたいと思います。次、2冊目いきたいと思います。2冊目は3枚しかございません。ご了承ください。で、まずね、女子プロレスラーのね、サキ選手と、これ、リンゴアナウンサーのね、千春さんでございまして、最後はですね、こちらね、入江セリナ選手でございます。東京五輪のね、金メダリストではないかなって思います。あとはね、皆さんね、からでございます。はい、またね、増えてくると思いますのでね、楽しみにしてください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。